エグジットチューンズプレゼンツアクターズ4スペシャルトーク、アクターズ4初回限定版の DVD をご覧の皆様、ごきげんよう。秋香三月役の野島源次です。はい、そして皆さんこんにちは、春本圭司役の杉山紀明です。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。いや、まさかアクターズでこんなスペシャルトークがやることになるとは思いませんでした、はい、今まではやったことなく初なんですか。っていうか、こう他の人と会話してるのがなかなかないですそうなんですね大体なんか一人で喋ったり、はい、感想とかをね、喋ることは多いけど、こう、はい、二人なのでこうなんか優しい感じに行きましょう。そうですね、ほんわかとはいけたらと思います、思います。そうだそうだ、こう杉山さんは今回あれですよ、はい、初登場。はあ、そうなんですよ、初登場で参加させていただくことになりました、うん、ですね、僕ごめんなさい、はい、あまりこう内容を詳しく知らなかったので。なるほど。収録の時にも、三島さんにこれってどんな感じでどんな風に撮ってるんですかとか、どのぐらい前から出てらっしゃるんですかとか聞いててそうですね、まあ、はい、私はもう初回から参加させていただいているので、はい、まあ、困ったことがあったら、まあ、何でも聞きなさいやって言いながらね、はい、でこんなに今目の前に CT がいっぱい並んでるんですけど、はい、こんな数出てるとは思いませんでした、はい、ご存知なかったあれ、ここに今ね、手前にね、はい、僕が第1回目出させていただいたやつが置いてあるんだけど、これなんだっけ、はい、僕何歌ったんだっけ、この時。あれですよ、きっとね。はい。威風堂々。威風堂々。威風堂々と、さりしの原をね、歌わせていただいたやつ、ここにあるんですけどね。そう、この時初めて、この、秋香美月くんと出会って。で、はい。演じさせていただいたんですけど、ね、はい、彼はね、とてもクールで、はい。なんか、物静かな感じですね。物静かで、なんかね、隠してんじゃねえか、うん、隠して俺は思ってんですけど、イメージとして何か隠してるんじゃないかっていう、そうそう、そんなイメージがあるんだけど、はい、杉山さんはどんな役でしたっけ、はいはい、僕はそうですね、僕が演じさせていただきましたのはですね、春本圭司君という、うん、なんて言えばいいんでしょうね、引きこもってる感じの役でございますそれ以外の何者でもなかった、ね、何者でもなくそして、三月としか話さないらしいんですけども、うん、まだ謎なんですよね、結構謎が多いっていう、そう、結構ね、そう、はい、謎が多いんですよ、はい、なのでちょっとここからね、スペシャルトークを通してですね、はい、皆さんにその秘密が少しでもね解けていきますように。そうですね、我々がお手伝いしながら、はい、もう何でも聞いてください、本当に僕に、はい、すいません、一番怪しいのが僕です。いえいえ、そんなことはないですけど一番危ういんでございますが、はい、というわけでございまして、今回アクターズのナンバリングシリーズがついに第4作目ということで、はい、こちらが初回限定版の DVD につく、スペシャルトークの内容ということになります。なんだけど、はい、DVD なのにここに今テレビカメラがないんだけど。そうみたいですね、こちらに書いてあるんですけども、うん、DVD なのに映像はありません、うん、キャラクターのイラストと、うん、私たちの音声トークでお伝えしていくという形になっております。いや、正しいと思う、完全にこうね、おじさんが出てきてただ喋ってるよりも全然こう美しい映像を見てね、はい、より世界観を深めていただきたいと思います。キャラクターたちのね、魅力を伝えてきたらと思いますけれども、うん、なんか、はい、すごいのも入ってんだって。そうなんですよ、こちらのね DVD の中になんと新曲の PV が入っております。 PV？ はい、PV が入っているらしいんですね。ちなみにどんな PV なんですか？はい、はい、PV の方をちょっとご紹介させていただきますと、はい、キラーレディ、うん、こちらと、あとはアバウトミー、うん、そして心臓デモクラシーと、あとコシタンタンという4曲。コシタンタンはあれですよ、はい、アクターズ3で私が3で、はい、歌わせていただいたやつですよ。てくださったやつで、あとの3曲は新曲ということで、新曲ですね。本になってからの曲なので、ぜひそちらもループで楽しんでいただきたいなと思うんですけども、ね、ぜひぜひ。さっきね、ちらっと見させていただいたんですけど、はい、そうですね。はい。かなりかっこいい。かっこいいですね。で、これなんかちょっとお話ししてたじゃないですか。うん、ステージでやるとしたらって言ったら、野島さんが体を絞ってうんぬんかんぬんの流れの中で、でも確かにそれは大変だと思うんですけど、そこまでこうね、うん、ブラッシュアップしていくのも大変なんですけど、うん、出た後はこう座ってるだけで、あとテロップガンガンって出てくれるんで、あ、そう、当日は楽かもしれないですよ、ね、もしああいう秋川さんがこう真ん中に座っている、はい、座り姿が美しいから、そうですよ、それをこうカメラで抜いていただきつつ、自社版も作っていただきつつ、そうですねいやー、大変大変、もうブラッシュアップしないといけない。でもすごいあれですよね、なんか力の入った PV でしたね。ね、はい、かっこよかったです。久々にかっこいいのを見させていただきましたので、はい、ぜひぜひ、この後にね、
この後なのかな、どういう順番でね、ちょっと収録順が僕らも分かってないんですけど、分かってないんで、はい、あの多分前後に入ってると思いますので、どっかに入ってます、ちょっとね、楽しんでいただけたらなと。そうそう、あ、 PV が先なんですね。 PV が先、あ、じゃあもう見たのかな、もう皆さん見ていただいて、あ、これですねっていう感じで分かっていただいてると思うんで、分かってるよって今言われてるんだ今。そうですよ、うるせえだねそんなことないです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それでは気を取り直しまして早速お題にとってトークをしていきたいと思います。はい、最初はですね、アクターズ4から参加する杉山さんや、はい、初めてアクターズの CD を買ったというこの、ね、聞いている方々の皆さんに改めてちゃんとね、うん、紹介していこうということで。そうですね、今目の前にいろいろ資料があります。はい、さてこのコーナー題してアクターズ紹介コーナー、天正学園学生課のご案内。はいはい、ざっとね、はい、自分たちのおさらいも兼ねて、ね、皆さんにも知っていただこうというところで、はい、まずアクターズというものを説明させていただきます、はい、大人気アニメで活躍する男性声優が集結しって書いてある自分らで読むのってちょっとね、こそばない、ね、しかも大人気アニメですよ、はいはい、大人気アニメで活躍する声優ですか、そうそこ、ま、人気声優じゃなくて、はい、大人気アニメありき、そうです、アニメありきなんですよまずまずいアニメありきなんですよそういうね、腹探しをしない。しない。しない。はい。はい。男性声優が集結し、超人気ボカロ曲の数々を歌い上げる新たな歌ってみたアルバム。うん。あ、歌ってみたってありますよね。ありますよね。ニコニコとかでね、うん、あります。私立天正学園を舞台に生徒、先生のキャラクターが多数登場。うん、歌のみならず、ドラマパートやシチュエーション CD など、いろんな角度でキャラクターが楽しめます。そしてね、この天正学園とは何ぞや、はい、なぜ僕がこんなに天正学園のことがわからないかというと、はい、まあ、若干説明するとどれぐらいわからないかがわかると思いますはい、お願いします巨大都市学園群スライブセントラル、うん、巨大な壁が周囲を覆い外界と切り離され独自の発展を遂げたこの区域は50万人の住居者うち実に16万人もの生徒が占める。もうすでに分かってないですまさに学びの箱庭である。舞台はセラーイヴィンセンスライビンセントラルにある、はい、スライブセントラルですね、スライブセントラルにある10の学区のうちの一つ、はい、第7学区私立天正学園、なるほど、この学び屋に通う数々の生徒たちの日常と謎多き学園で巻き起こる青春プラス歌唱ドラマストーリーということで、なるほど、これで皆さん混乱していただけなんじゃないかとこれあれですよね、はい、1回でスルッと入ってくるのでなかなか難しいんでね、ちょっと読み返しちゃったりはしますけども、でもね、わかりますわかります、でも、はい、それを一番よくわかる方法は、はい、ちゃんとアクターズ1から全部聞いていただく、そうですね、ドラマパート含めて聞いていただければきっと、それが一番大事なんですけど、はい、まあそんな硬いことよりもとにかく楽しいです確かにそこ大事ですよね、はい、結構ねこんな硬いこといろいろ書いてあったんですけど、はい、実際聞いてみるとかなりほんわかしてるシーンがあったり、ほのぼのしたり、うん、猫が出てきて、猫が出て、謎の猫が出てきたりして、そうですね、はい、なかなか面白い内容になっております、はい、さてさて、うん、さらにキャラクターも紹介だって、あ、そうですね、そうですね、せっかくだからあれですよ、杉山さんの、あ、そうですね、じゃあ、紹介させていただきたいと思います、はい、今回僕が演じさせていただきます春本圭司くんはですね、うん、天正学園3年生11月29日生まれ。お、もうすぐ。あ、もうすぐですね。もうすぐってこれ、持ってる人は、大丈夫ですか、わからないですけど、買った、収録からすると、うん、もうすぐ。はい、買った人はね、過ぎてる。買った人はちょっと過ぎている。はい、申し訳ございません。はい、168センチ、58キロ、うん、歌唱部の部員。好きなものは人のいないところ、人間観察。苦手なもの、人の多いところ、詮索されること。あ、なるほどね。ということでですね、まあこういう、まだまだ分からないところいっぱいあると思うんですけども、うん、まあこんな中で、まあ僕が、この春本圭司君どう感じたかということで、うん、やっぱりなんか、なんでしょうね、ミステリアスな感じもありつつ、うん、その人とのコミュニケーションが苦手っていうところから、こうまだ明かされてないいろんなエピソードや、うん、こう性格的なものがあるのかなっていう、それがなんか今後が楽しみだなっていう印象なんですけど、ね、なぜこう引きこもっているのかっていう、そのエピソードなんかも知りたいですよ ね、そのきっかけは何だったのかっていう、逆に野次元さんから見た春本圭司くん、こんな印象だったとか、こんな印象、もう出てきてよ、めんどくさいな正直すぎますもういいから出てきなよっていう、はい、だって、はい、あれ美月は
通にお部屋に入って大丈夫なんだよね。そうですね。美月とは普通にこう会話ができるらしいんですけども、その他の方たちとはまだね、接点があまりないというか。なんか、一筋縄ではいかない何かがそこに隠されてんじゃないかなと、僕はそういう印象を受けますね。そうですね。わけあってっていうところ。わけあってってところです。まあ、それがね、今後、まあ、美月との関係性とかもね、うん、どんどん明らかになってくるんじゃないかなと思いますが、そして、野島さんの演じられた、秋香美月のご紹介もいただけますか。はい、あ、はい、はい。まずですね、秋香美月っていうのは多分一発で読めないと思います。そうですね、難しい感じですよね。僕ね、本当にね、はい、ただでさえ漢字苦手なのに。さてさて、彼はですね、天正学園3年生。はい。同じですね。で、5月の19日生まれ。うん。はい。180センチ。背高い。73キロ。安、うん、軽い。そうですね。歌唱部部長でございます。お。みんなが言うことを聞かなきゃいけない偉い人ですね。そうですね。はい。好きなものは学園と PC。うん。学園も大好きなんですよ。その学園の謎に挑むことが大好きなんですね。学園愛してるんですね。そうなんです。なるほど。ちなみに苦手なものはですね、はい、歌唱部顧問。顧問。へぇ。顧問。はい。顧問だって。部長でありながら顧問の先生はちょっと苦手ってことですかね。苦手なんですね。そこら辺も結構ね、美月もね、人を選ぶんですよ。あ、そうなんですか。そう。でもみんなは寄ってきてくれるんですけどね。うん。なんか結構その謎の人付き合いの上手なのかなのか。その辺もね、おいおいまた出てくるかもしれない、ね。いろんな先生とのつながりとかもね、気になるところがあって、うん、結構この学園の謎を突き止めようと頑張っている、そんな役どころですね。なるほど。歌唱部の部長でありながら、学園の謎を解明するためにも動いてるってことですね。はい、裏事情にもなんか精通してるっぽいですよ。ああ。なんかその、なんでしょう。キャラクターの持つインテリな香りがその、感じさせますよね。そういう。うまい言葉出てくるね。そんなことないですけど。そうですね。そうですね。うん、僕が感じた秋香美月の印象、やっぱりその印象が強いですね。なんか、人の上に立つこうリーダーシップを発揮するだろうなってい う, こう冷静さとインテリジェンスみたいなものと同時に、優しいんだけど実はなんかいろいろなことを考えて、学園の謎とかもそうですし、こうした方が人間関係うまくいくんじゃなかろうかとか、部のことがうまくいくんじゃなかろうかとか、きっと言葉に出さないだけでいろんなことを考えて動いてる頭の良さを感じますね。それが秋香美月でございます。あれ決定校でいいんですか。間違いない。はい。そんな印象でしたけども。他にもね、はい、これ、すっごいキャラクターがたくさんなんですよ。はい。これ、一人一人紹介していくのはちょっと大変なので、はい、名前だけでもですね、皆さんに知っていただきたいと思いますので、テケテケと名前読んじゃっていいですか？はい。この学園には、道塚ひなたくんという、キャラクターボイス、星総一郎さんの、はい。はい、キャラクター。とても明るい役がいますよ。そうですね、可愛らしい絵ですね。はい。そして、はい。次がですね、角の王子薩摩というキャラクターで、CV が沖合由良太郎さんです。おしゃれだよね。そうですね、もうなんか こちらの角の王子くんもすごいインテリジェンスを感じさせるイラストですね。さて続いてはですね、早乙女涼、これは坪井智弘さん。はい、そうですね。ございますね。早乙女って、ああ、なるほど。ちょっと不良っぽい感じが。そうですね。かっこいいですね。このちょい悪な感じが。はい。はい。そして、続きまして、炎上寺美家。こちらがですね、CV 小野祐樹くん。はい。で、はい。サッカー部所属なんだ。はい。イラストの方もちょっとアクティブな印象が。ね。さて、はい、そして、秋月海。はい。江口拓也くんでございますよ。やっぱなんか、ちょっとね。ボケっとしてますね。ボケっとしてる。なんか、ほんわかした感じですよね。そうそう、ほんわかな。はい。柔らかい印象ですね。考古学部。はい。なるほど。そして、丸目ちぐま。うん。あ、こちらは渋谷木村すばるくんということで。おぉ、すごい真面目っぽいです。はい。どんどんいきます。はい、いっぱいいますからね、まだまだ。はい。清須隆人。はい。キャラクターボイスがですね、鳥海康介さんでーす。あ、なるほど。あ、なんかでも鳥海さんっぽい。そうですね。うん。ちょっとワイルドさもあってみたいな。でも絶対優しいんだよ。そうですね。うん。はい。そして、花熊龍之介。うん。こちらが CV が小野賢章くんということで。おこちらも、ちょっと、インテリジェンスと、ちょい、クールな雰囲気がありつつ。ね、はい。なんかちょっと、いろいろ握ってそうな顔してますね。そうですね。さて、そしてですね、ウォーズ・ホズミ。はい。ケン君。ケン君。はい。声は。爽やかな感じですね。爽やかでいて、うん。あい、みたいな。ちょっと待てよみたいな正義感が強かったりする。しそうな雰囲気じゃない、もう勝手、すいません、僕勝手に言ってます。いえいえ。はい。高天神一斗。
CV が大阪リオタク、こうなんでしょう、優しそうだけどちょっと小悪魔的な雰囲気と言いますかね、そんな印象がありますけど、どうなんでしょうか。なんかね、おしゃれベルトしてますけどね。そうですね。はい、続いていきますよ。一条谷レイ、キャラクターバイス緑川光さんでございますね。はい、凛としてます。凛としてます、ね。シュッとしてます。美しいです。美しい。美化といえ、美化と。って書いてあります。そう。美化推進部部長でございます。ああ、もうぴったりな感じですね。そして続きまして、七尾四郎。こちらが柿原哲也くん。ああ、またちょっと可愛いいたずら系な雰囲気ですね。怪談話が好きって。あ、本当だ。はい。続いて。飯森かける。はい。こちらが CV 浅沼慎太郎さんということで、こちらのキャラも美化推進部ということで。ちょっと美化推進してますね。そうですね。続いて、五本松勝、浜野大樹さんですね、はい、声が。やっぱり美化するらしいですよ。美化推進部。好きなもの、アメフトということで。ね。なんかちょっと、そうですね、爽やかスポーツマンみたいな雰囲気ですね。そして、桐山はじめ、はい、こちらキャラクターボスが梅原雄一郎さんですかね。美化推進部、あ、魚座だって、苦手なもの牡蠣ウニ、はい、なるほどなるほど。続きまして芦原光也、はい、CV が青井翔太くん、放送部の部長ということで、おしゃれだって、おしゃれですね、ピンクの髪でね、うん、おしゃれ、楽しいことが好き。続いて、はい、湯山清純、 CV の方が増田俊樹さん、テクノ音楽が好き、苦手なもの大騒ぎすること、だ結構落ち着きは持ってるんですね、はい、さあ続いて、はい、麻布牛尾くんですね、はい、東洋永俊之さん、はい、日本文化研究部、うん、好きなもの和物、名跡巡り、でも苦手なものがパソコン、スマホ、電子機器全部なるほどね、なるほど、そういう古き良きものが大好きな方たちですかね。続いて、はい、ナルゴカオル、キャラクターボイスが佐藤拓也さん、うん、こっちも日本文化研究部だって。そうですね、スイーツに罪はない続いて、はい、続きまして、指導みのり、うん、CV 高橋直美さん、お、日本文化研究部、なるほど、ね、さて続いて、はい、薄木和志穂先生ですね、うん、和志穂先生でございますよ、はい、お酒が好きだって続いて、はい、続きまして小田原司、うん、こちらが CV が早見翔さん、おお、すごいインテリと、そしてラスボスの香りがしてきますね確かに、はい、で好きなもの人間観察、うん、続いて蝶の影虎、キャラクターボイスが堀川亮さんです。好きなもの粉物系そうか、粉物系と肉で、しかも言ってることが好きにしろ好きにしろ結構放任主義というか ね、ちょっと不思議なキャラクター。以上がですね、はい、今、紹介したキャラクターたちなんですが、はい、まあ後々またこのキャラクターたちを、踏まえて何かがあるそうですよ、はい、というわけでございまして、以上なんかいろいろご案内のコーナーでした。はいはい、それでは次のコーナーに行きたいと思います。アクターズ収録裏話、天正学園歌唱部部室にて。おっ、はい、というわけでですね、はい、このコーナーでは、うん、アクターズの収録の裏話をお話ししていこうかと思います。とは言ってもですね、僕今回のアクターズ4で初めて、うん、ちょびっと参加させていただいたんですけども、逆に今までどんな感じで撮ってきたのかなとか、そういう辺も含めて、それは分かる範囲で言えねえな終わっちゃいますこのコーナーなんかその辺とかをですね、はい、教えていただけたらなと思うんですけど、まあこの辺に、そうさね、はい、でももうどれぐらい前に撮り始めたんだろう、もう思い出せないぐらい昔な気がしてきたそう、ある時ね、はい、急に電話がかかってきて、ちょっと歌っちゃいなよ的な、歌っちゃってよボカロの曲歌っちゃいなよって言われて、その時まで僕全然ボカロって、はい、ほぼ知らなくて、うん、聞いたこともなかったし、その世界に触れることもなかったんだけど、うん、いや実際そのね、こういう歌を歌ってくださいっていう資料をいただいた時に聞いて、はい、これは大変なことに足を踏み入れてしまったのとなるほどいう印象、すごい人間がやるのは難しい、やっぱりその、まあ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 、歌声っていうか声を、歌声、言葉をもうそのまんま楽器として使っている、確かにそう、うん、っていう、なんかそういうジャンルの世界がこんな風に作られてたんだってことにちょっと衝撃を受けて、うん、でもなんか歌えないのは悔しいからめっちゃ練習した覚えがあるな、まあね、一番最初に歌われたのは何という曲なんですか。ね、
ね、威風堂々だったか、さりしの原だったか、どっちが先かかわからないんですけど。なるほど。でも、その時、やっぱり、その、今おっしゃってたみたいに、ボーカロイドの曲だから、やっぱり、普通のなんかキャラクターソングとは、ちょっと、なんか、受ける印象というか、こう、最初の取り組み方が違ったな、全然違う、全然違う。ありますよね、やっぱり。まあ、さりしの原も、かなり難しいんですけど、はい、途中にもう、ほぼ感想がないので、歌いっぱなし。ああ、ブレスを取る間が、ブレスを取る間っていうか、はい、もうハイトーンでずっと歌いっぱなしなんだ。なので辛いっていうのもあったんですけど、それ以前に威風堂々に関しては、もういろんなギミック取ったんですよ。いろんな息遣いから、それか、なんだろう、いろんな SE のような声とか、それから、まあもちろんコーラスも何パターンも取ったりして、その場その場でいろいろ考えながらみんなで作り込んだっていうイメージがあって、なので、この一曲どれぐらいレコーディングかかったかな。大体声優のキャラクターソングとかって1時間もかかんないで撮り終わるじゃないですか。はい、まあそうですね、多いですね。そうですけど、威風堂々に関しては6時間近くかかった覚えがある。5、6時間かかりました。すごいですね、うん。それだけやっぱり元々の曲がすごい細かく作り込まれてた曲だったってことですよね。うん、そうなの。元々のクオリティが高かったから、やっぱりそれをね、そうですね、再現しようとすると。再現っていうか、そのプラスアルファ、いいものにしていくってことを考えて、やっぱそれぐらい作り込まないと、やっぱり難しいことなんだなと。そして、絶対こう、息が続かないんですよ。わかります、わかります。声優ごときじゃ、プロの、やっぱり歌手だとしたら、多分息が続くんだと思うんですよ。でもちょっとね、僕にはまだ、そこの息まで達してないので、なかなか難しかったから、本当撮り方も工夫して撮っていただいて。すごいいい経験をしたって覚えがあるんですけど。そうですね。なるほど、ね。どうですか、形式的には。あ、僕ですか、うん、僕はそうですね、今回心臓デモクラシーという曲を初めて歌わせていただいたんですけども、うん、それがやっぱり、初音ミクちゃんの曲ということで、まあ女性ボーカルキーだったんですね、原曲が。ね、で、はい。で、仮歌を入れてくださった、まあ男性のプロの、歌手の方も、かなり高いところでやっぱり入ってて、うん、最初にやっぱりこれですって来た時に、歌えるかなっていう、なんかやっぱり心配がよぎったりとかして、一応、まあその、まあ原曲、その、仮歌っていただいた原曲キーと、まあちょっと下げたバージョンと、あまり聞き苦しくないようにとか、その声的なもので、印象が変わらないように。まあどちらがいいかっていうのはちょっと当日ご相談させていただいて、まあその最終的に撮ったんですけども、やっぱり、まあ今、のちけんさんはおっしゃってたように、ブレスが基本的に、あんまりちゃんと撮る間がなかったりとかしてるところが続いてて、そういうところが、やっぱりなんかうまいこと盗みながらブレスを撮らなきゃなとか、うん、あと元々がやっぱり女性キーなのですごく高いなっていうのがあって、うん、そういうのを、まあ収録前にちょっとカラオケ行ったりして練習しつつ、まあもう頑張って撮りましたけどもね。でもね、大変でしたね。でも出来上がり聞くと、はい、ああ、本当に撮ってよかったなって思いません？ああ、それは思いますね。なかなかできない経験ですもんね。うんうん、すごいやっぱりクオリティの高い作品になってるからね、うん、結構出来上がりを聞くのをいつも楽しみにしてるんですけど、うん、前にね、はい、生で歌ったんです。イベントとかで、イベントで、はい、ゼップのダイバーシティだったかな、アクターズのイベントに出させていただきまして、はい、そこでさりしの原歌ったんですよね、はい、結構これはでもバラードっていうのかな、結構スローな曲なんだけど、はいはい、やっぱり難しいんですよ。キーの高さだったり、その息の長さだったりとかがすごく難しくて、はいはい。で、正直その時はちょっとだけキーを下げさせていただいたんですね。歌う時に実際、はい。それが悔しくて。プロ意識がやっぱりちょっとね。悔しくて、どう、やっぱりそれをちゃんと保って、歌いたいと思って、はいはい、まあ、体作りですよ。そうなんですよね。結構、そういうトレーニングとかを、積んでないと今まで普通に歌えてたキーがちょっと出づらくなったりとかって、うん、そういうなんかやっぱフィジカル的な問題出たりしますもんね。筋力ですからね、やっぱ、はい、筋力が落ちちゃいけないし、やっぱつけるべき筋力を、うん、いらない筋力は落としてちゃんとした筋力をつけていかないと歌えない歌がまさにそのさりしの原だったので、なるほど、これを自分のね、はい、個人的な野島健二のライブで歌おうと思って、はい、そうなんです。それのためにめっちゃ練習して、はい、今ややっと歌えるようになりました。お、素晴らしい。いや、でもね、そういうなんかこう、うん、自分の中でこうもう一歩上、完成度を高めたいみたいな欲求って出てきたりするじゃないですか、うん、やっぱだからそういうところも含めての受験さん、やっぱ聞いててすごい上手いなって、まあ僕が言うのもなんか失礼な話なんですけど、やっぱりすごいなと思ってて、基本的に皆さんやっぱり上手い方が多いじゃないですか。上手い方しかいないですか。だから逆になんか相対的に自分頑張ったんだけど、
ああ、やっぱりなんか、ああ、なんか、いろいろ心苦しい。本当ですか？そう、さっき聞かせていただいて、あ、なんだ、かっこいいな、歌ってみたいな、これ。いやもう、もう本当に少しでもそう言っていただければありがたいんですけど、本当に、いや、だから、曲いっぱい歌ってらっしゃるじゃないですか。うん、だから、こう、曲の数だけ、はい、苦労とか試行錯誤がやっぱりあるんだろうな。ありましたね。そして一曲一曲全部違うスタジオで撮ってたみたいな。それもまた裏話ですよね。結構。どこでさっきもそんな話出てたんですけど、うん、そのまあいろんなこう都合とかスケジュールとかね都合があって、いろんなところで都内で点々と撮ってたりするので、こんなに同じ作品で点々としたことってなかなかないかもしれなくて、はい、確かにそうですよね。同じシリーズだと大体一つ二つとこで、ね、撮ってたりしますけど、同じところで撮るんだけど、はい、ちょっとねアクターズに関してはね、その今回どこなんだろうってドキドキ感がたまらない。ドキドキ感でもだから逆にそれもなんかドキドキしますけど楽しくもあったりしますか、うん、どんなスタジオなんだろうっていう、さあ知らないスタジオ、あこんなところにスタジオあったんだとかありません、はいはい、ありますありますあります。もうだから行ってみて、あ近くは通ってたけどこんなところにスタジオあったんだみたいな。そう、 ありますあります。で前回すっごいうちから近いスタジオだったから今回どこだと思ったらメッサ遠かったりして前のとこがいいとかありますよね。こうなんかアクセス的に前の方が楽だったみたいなね。そんなわがままばかり言ってすいません。いやいや、そうだね。いや、そう、まあそういうのも含めて裏話だと思うんで。ね。ナイスフォローでございます。いやいやいや。いや、そうなんですよね。これからきっとまだいっぱい歌も増えてくるんですよ、はい、きっと。そうなんですかね。で、きっと、もう完全なる想像ですけど、きっとなんか、イベントがあるんですよ。はい。イベントをね。ね。ね。あと声は出せないんですけど、偉い方にちょっと なんかニヤッとしてましたけどね。なるほどね。どうなんでしょうね。はい、そう。なので練習した方がいいですよ、これ。生で歌えるように。ですよね。もう、恐ろしいって、恐ろしいって言っちゃいけないんですけど、こう、自分の中で、やっぱりこう、大勢のお客さんを前にして生で歌うって、すごいプレッシャーなので、うん、心が折れないように頑張って練習していきますっていうね。達成感半端ないです。それはあると思いますね。でも、のちけんさんはあれですもんね。ご自身でもライブとか、確かやられてますもんね。うん、そうですね。で、ライブであれも歌わせていただきました。威風堂々も。はい。演奏は全部生で演奏。バンドで演奏して。はい、まあ、サリシノハラもそうですけど。はい。バンドで演奏で歌わせていただいて。はい。でも絶対に、サビは一人で歌えないので。そうなんですコーラスで。はい。コーラスの人に入っていただいて。そう。互い違いに歌うみたいな。かぶせかぶせで歌うみたいな。試行錯誤して。いや、でもなんかそういう試行錯誤とか、うん、よりこう、いい状態でお客さんに聞いてほしいとかっていうアレンジみたいなもの、うん、も含めてなんかライブの良さなんじゃないかなと思ったりしますよね。ね、だからね、この、その前、ゼップでやった時超楽しかったから、またやりたいな。はい、大丈夫ですか？やりたいな。次またなんか、新しい曲でっていうとか。マジですか？やばい、練習しとかなきゃ。どれだろう？でも曲数多くマーシャルの強制かな。それとも、腰タンタンかな。わかんないですよ。もしかしたら全くの新曲で来るかもしれない。みたいな。これですかみたいな。さらに高い曲とかもね、難易度の高い曲が来ちゃうかもしれないですけど。でもね、それもな、うん、また楽しみ。楽しみ、楽しみね。そしてこの人数ですからね、このさっきのキャラクターたち、うん、もう数えてなかったんだけど、二の四のロのヤのと、二の四のロのヤのと、二の四の一。たくさんです。たくさん。二の四のたくさんです。なんかね、すごいです。なるほどね。これがね、こう、一度にはさすがに返せないでしょうけど。そうですね。ある程度出たら、ちょっと、圧巻だと思いますので。そうですね。またその時はぜひぜひ皆さんも。そういう機会もね、あったらいいななんて思いますけど。ください。はい。というわけで、以上、アクターズ収録裏話、天正学園歌唱部部室にてでした。えい。続いてはこのコーナー。アクターズクイズコーナー、天正学園中間テスト、イエイ何キャラか分かんなくなってきてましたけど。はい、どんなコーナーなんですか？はい。このコーナーはクイズです。はい。クイズなんですね。ルール説明をしますね。はい。キャラクターのイラストが書いてあるカード、うん、ここに今あるんですけど、これを引きまして、そのキャラクターの名前を、名前、それぞれスケッチブックに書いてもらいます。はい。そして書き終わったらせーので見せ合って、はい。答えが合ってるかどうか答え合わせをしましょうということで。なるほど。このカードには名前は書いてないんですね、もちろん。絵だけなんですね。絵だけです。はい。なので、名前をさっきもね、はい、全員紹介しました。しましたね。それちゃんと覚えていられてるかどうか、はい。ここでございます。答えが合ってなかった時、はい。罰ゲームがあります。なんと。はい。これは、ね、結構アクターズ恒例になってるんですけど、はい。罰ゲームは、恥ずかしい告白のセリフを言ってもらいます。なるほど。ということでございまして、はい、結構ね、みんなイベントなどでも痛い目に遭ってるらしいですよ、ここで。そうなんですね。わかんないですけどね。はい。
じゃあ早速せーのペロリンチョ、はい、あーどんな、なんかこの金髪、あこれはこれ書くんだよね、この一応なんか金髪のやつでしょ、はい、何部だっけな、何でしたっけ、つぼいさん、つぼいさん、つぼい部あつぼい部ってどんな部ですか、何部、なんだろう、何部だ、何部、ナイーブ、違う、あー全然わかんねえ、確か、確かやっべえな、やっべえな、確か完全にわかんねえこれ、名前、名前なんか僕が、あもしかしたらこの人かもっと思い浮かんだ名前が、はい、キャラクター名にありませんでしたね、お誰を思い浮かべたんですか全然関係ない名前が頭の中で出てきました、はい、じゃあね、これにする、はい書いた、いきます、はい、せーの、じゃん、早乙女涼、早乙女涼、あ同じ、これはあの坪井さんのイメージで覚えてました、僕どれが坪井さんか分かってませんでしたそうですね、完全なるイメージでしたが、ただ合ってるかどうか、答え合わせ合ってますでしょうか、正解は、正解はじゃじゃーん、正解は早乙女涼、正解です、イエーイ、なんだ、字が違うって、あ字が違う、あ、うん、あ、え、うん、あそうか間違ってました、 あじゃあ、なるほど、ごめんなさい、じゃあポイントは僕ひらがなで書いたんで、はい、僕の方が丸ということで、はい、僕は、はい、野島がケアレスミスをしました、はいというわけでございまして、野島1ポイントでございます、じゃあもう続いていきましょう、はい、続いてはこちら、じゃがじゃん、出ました、あ今度は赤髪でおしゃれですよ、なんかあカチューシャしてんのかこれ、これは赤髪で、これ赤髪か黒カチューシャ、これなんだろうな、誰だっけな、誰だっけな、これ赤髪黒カチューシャでしょ、チャ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 レチャチャカッコーカッコー、しこれねこれ全然わかんないんですけど、これなんかヒントとかないんすかね、なさそうですね、はい、もう分かんないです、はい、はい、書きました、書きました、いきますよ、せーの、じゃかじゃん、炎上寺ミケ、お揃った、このそうだ、紙でそうミケって猫みたいな、そんな話をしてたような気がした、そんなイメージがあったんですけど、さあ正解はこちら、じゃかちゃん、炎上寺ミケ正解、イエーイ、すごいじゃんいや俺たち、いやでもこっからまだいますからね、じゃあちょっと中盤編からちょっとこのカードを取りますね、はい、じゃあ続いてはこちら、じゃかちゃん、おなんか緑色っぽいマットな髪ですね、ほくろがある目の下に、おークールな感じですね、クールですね、これ誰だっけな、クールだな、これはクールだな、クールそうですね、なんかね、でもなんか近しい感じがする、なんか近しい雰囲気がする、俺の中で、本当ですか、僕、うん、なんだかな、多分なんか綺麗好きなんだと思う、綺麗好き部じゃないですか、あ違ったかな、綺麗好き部というか、綺麗好き部ですよ、確か、なんか、でも誰だ、で髪の毛緑色だから緑川さんの役じゃね、そうだったと思います、でも緑川さんの役がどれか分からない、名前が分からない名前が分からない、きっとこれ今、ね、見てらっしゃる方もうね二人とも何やってるんだって言われてるんだと思うんですけどごめんなさい、どれだろう、分からないな、これ、じゃあな、うわまあ、いやとりあえず、うん、これかな、よいしょ、なんか聞き覚えのある名前にしました、わかんないで当てずっぽです、でももしかしたらこの聞き覚えがある方が沖合さんかもしれないし、わかんないけど、わかんないですけどね、じゃあいきます、はい、きます、せーの、ザン、一条谷レイ、ウォーズホズミ、はい、さあ正解はこちら、ちゃかちゃん、一条谷レイ、あ当たった、さすが、だから言ってんじゃん、俺に何でも聞いてって、一乗谷で、あこれが一乗谷、さあ私今んとこ3問当たって、はい、だから全然正解できない、津山さんは1問しか正解しておりませんが、はい、次の問題がですねラストジャンプアップです、ラスト3ポイント、なんとそうです100倍になります、100倍、今までの点数が100倍になります100倍、あなるほどどっちですか、じゃかちゃん出ました、はい、うおっ
何これ、なんとかゲリオンみたいな人が出てきました。おあ、なるほどなるほどなるほど、緑色の髪の毛のね、の髪バサバサって感じで、なんとかゲリオンっぽい、ゲリオンっぽい感じですかね、出てくるキャラクターっぽいやつ。わかんない、これ本当にわかんない、わかんない、誰だろう、これ本当にわかんない、特徴見てもわかんないですもんね、この本気でわかんないな、これわかんないってことは、俺がわかんないってことは、はい、新キャラの方ですよ、きっと。もう僕ごめんなさい、僕どこからか新キャラがわかんなくて、全て新キャラ。おー、どうしよう、これはもう完全に当てずっぽだな、うん、そうですね、僕もちょっと、はい、完全に当てずっぽですよ、当てずっぽ。どっちだろう、どっちか、はい、どっちか、いきます、せーの、ザン、ナルゴカオル。お、ナルゴカオル、お、二人揃った。正解はこちら、はい、いや全然違う、湯山清純というわけで、100倍はありませんでした。ありませんでした、0ポイントというわけでございまして、この名前当てクイズは、吉村健二3ポイント、杉山さんが1ポイント。はい、ということで。罰ゲーム決定でございます。イェイ。負けた。さあ、罰ゲームですね、はい。キャラクターでですね。はい。ちょっと恥ずかしめを受けていただきたいというところで。はい。ではですね。はい。早速参りましょう。はい。春本圭司による罰ゲーム、愛のメッセージ。もしもし、テスト終わったらすぐ電話かけてくるなんて、よっぽど暇なんだね。別にいいけど。何を期待しているかわからないけど、君に付き合うつもりはないからね。別に嫌いじゃないから切ったりはしないよ。俺はこのまま引きこもってるね。会いたいなら君から来ればいいでしょ。じゃあ待ってるから。俺も早く会いたいよ。大好き。はい。はい。というわけでございます。そうです。これシチュエーション言うの忘れてたんですけど。シチュエーション、僕待ってたんですけど、流れないから、いいかと思って。はい。聞かせていただきましたが。はい。どうですか？恥ずかしいですか？恥ずかしいですね。だって一人でだもんね。なんかそうですね。こうなんかどなたかこう相手役の方いらっしゃって、セリフの掛け合いだったらまだあれなんですけど、一人で読んでるってふとした時になんかちょっと恥ずかしさがよぎりますね。そう、なんか電話こそ恥ずかしいみたいなことがあるけど、なんかそれに近いものがあるのかもしれないですね。うん、ああ、そうかもしれないですね。はい、まあ、どうしますか？何がですか？どうしますか？多分僕今ごめんなさい、幻聴かもしれないんですけど、うん、モニターの向こうで、うん、のしけんさんのも聞きたいっていう声が聞こえるような気がするんですけど、どう、あの聞こえ、あの時間がいっぱい、時間がいっぱいだって書いてあります。大丈夫みたいです。お時間まだちょっとあるみたいなんで、せっかくだってこれ特典ですもの。ぶひ。特典ですもの。ほら今じゃあ皆さん喜んでくださってると思うんで、どうですか。じゃあよろしいですか。お前らのために読むんじゃないんだからな。ツンデレでした。ということで、はい、それでは早速参りたいと思います。はい、秋香美月による罰ゲーム、愛のメッセージ。テスト期間が終わって彼女をデートに誘う甘い言葉。ごきげんよう。テストお疲れ様。手応えはどうだったかな？私がテスト勉強を手伝ってあげたんだから、もちろん満点を取れる自信はあるよね。まさか赤点なんてひどい結果だったら、お仕置きだね。冗談だよ。頑張った君にご褒美として、今度好きなところに連れて行ってあげるよ。大好きな君には特別にね。会うのを楽しみにしているよ。それじゃあ、はい、ということで、もう、ね、あれですね、いいよどもあたりにこう、さっきもねちょっと話してたんですけど、三月三月中でのね、はい、三月精一杯の精一杯のデレが、デレがどうですか。いや、喜んでいただける。他では聞けないよ。なかなか聞けない、ね、本編じゃ聞けないよ、こんな。ここだけだよ。ここだけ、ちょっとリピートで聞いていただいて。はい、というわけでございまして、はい、以上、クイズコーナーでした。
けでそろそろエンディングの時間になっちゃいました、はい、アクターズ4スペシャルトークいかがだったでしょうか。いや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 、時間が過ぎるの早いですね。早いですよ。なんかもっとダラダラ喋ったかったんですよね。そうですね、いろいろ話をしたかったんですけども、うん、でもこれだけでも結構な尺いってるみたいですよ。いってます、はい、正直言ってると思います。想像より多分ね2倍近い尺になってきてるかもしれない。ちょっとね、はい、はい、でもここまでね長い間聞いていただいて本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。いやでもどうでした、はい、今回初参加でいきなりこんな大役抜擢っていうか、こう説明する側に。そうですね、キャラがいっぱいいるので、ちゃんと覚えないといけないなっていうふうに強く感じました、うん、そうですね、ぜひぜひ家庭でもですね、はい、こう皆さんのご家庭でも顔だけのこのカードを用意して皆さんも広げて名前当てゲームなどをやって、はい、そういう今度そういう商品どうですか。キャラのイラストがこうカードになってて裏に名前が書いてあるとかっていう、ね、こうみんなで当てるっていう。そうするとね、よりこうキャラクターの認知度っていうかね高まっていく。やっぱこれだけのキャラクターがいますから、はい、このキャラクターの数じゃないとできないようなね、そういう遊びもあると思うのでね、面白いと思います。はい、ぜひぜひやってみましょう、はい、というわけでございまして、またこれからもですね、はい、歌とかもきっと新しく、そうですね、行くんじゃないですか。歌とかドラマもね、引き続き楽しんでいただいて、うん、新しく加わらせていただきました、うん、春本圭司君も含め、うん、今後とも、アクターズの方よろしくお願いいたします。そうですね、新キャラもまだまだ登場するし、うん、一人一人のキャラクターを皆さんちょっと、ね、もっと研究して応援していただけたらなと思います。愛してあげてください、よろしくお願いいたします、はい、というわけでございまして、私秋香美月役の野島健二と春本圭司役の杉山範明でした。はい、というわけでそれではまた会う時まで、はい、せーの、ありがとうございました。じゃあみんなごきげんよう。